Give me some time, give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. 一番最初は父の影響ですけど、楽しそうにフットボールやるなっていうのはずっと思ってたので、4月に入りたいと思いました。プレーに対してとかは全然わかんないですけど、まあ、ガチガチの防具着て、まあ、キラキラしてるフィールドで戦ってるところは見ててかっこいいなっていう印象はすごい残ってます。まあ父がもともと同じくシーガルズでフットボールしてたので、まあ、それの影響を受けて幼稚園年中さんぐらいからやってて、まあ、グラウンドに遊びに来たらって形でフラッグフットボールっていうところから、アメフトに関わり始めました。まあ、そこからずっとシーガルズのジュニアチームで、中学3年生までフットボールを続けて、まあ、父がもともとフットボールやってた場所でそのチームで一緒にやりたいというところでシーガルズに入りました。今日フラッグの時は全部自分たちでプレーを考える、どうやって得点するかというところから全部自分たちでやろうっていうところが多かったので、主体的なところがすごい出てきたんですね。自分でプレー考えて、だからここでこういう風に動きたいとか、こういうキャッチをしたいっていうのをもとに試合だったり練習に挑んでたので、それが一番楽しかったかなっていう感じですね。社会人で仕事とアメフト両立させるってめちゃくちゃ大変だけど、まあ、実際今父がフットボールと仕事を両立しているところを見て、そこに関してあまり壁はなかったんですけど、でも実際続けられるのかっていうのは考えました。でも今まで大学までで見えてなかった景色も見えるんじゃないかと思って、今しかできないことだし、今チャレンジしようと思って始めました。平日は全く他の仕事があって、土日アメフトに集中するっていう環境を選んでるチームなんですよね。要はそれでもアメフトやりたいし、それでも勝ちを取りに行きたいっていう集団だから、一番その楽しむことに本気というか、アメフトに対して本気っていうチームがシーガルズなのかなと思って、それが決め手ですね。はい。